です、えー、今回はね、えー、お話しするだけの動画週に一度の、えー、雑談動画になりますでいつものように1週間の活動なんですけれども、えー、1週間ね、えー、今回は動画だけですね、えー、先週の雑談動画を合わせて、えー、動画3本、えー、雑談動画と あと、アクションベースのね、加工の動画と、あと昨日出したディープストライカーの開封ですね。買ってきたディープストライカーですね。結構お高いね、お高いですし、かなりね、あの、大きめのキット。今ね、後ろに箱置いてますけれども、このね、ディープストライカーの開封をちょろっとね、やってみたという動画を出しました。 あのー、この動画内でね、えー、僕ちょっと間違ってまして、えー、このメガ粒子砲のね長さを570メートルて言っちゃってるんですよね、あれ570ミ、mm、リなんですよ、えー、57センチ。 で、えー、100倍して100分の1スケールなんで 100, 100倍して、えー、57メートルなんですけれども、まあ、コメントの方でもね、えー、ご指摘がありまして、えー、間違いにね気がついたんですけれどもあれね僕570メートルって言ってるしテロップまで出してるんですけれども頭の中はね57メートルっていうそのあのー、スケールでね思ってたんですよねこれがねなんか僕のね 僕がミスするね。頭の構造がよくわかんないんですけども。あの本当ね。自分でも混乱しますね。570メートルって言ってるのに、頭の中は57メートルの間隔なんですよね。だから、あれ話してる時もなんか比較対象になるものを出そうかなね。なんか出そうかなっていうか、なんか言おうかなと思って。なんか学校のね。あの運動場っていうかグラウンドぐらいですね。みたいなこととかね。 よかなと思ってたんですけども、あのーね、皆さんが思う学校って、ね、広さそれぞれありますから学校のグラウンドって言っても、ねあのーね、長方形で横が、まあ、僕,は僕の感覚では横が 60m ぐらいで、えー、横っていうか縦か縦な、えー、短い方が、えー、60m ぐらいで、えー、横が100か120ぐらいあるのかなとか。 いいろろ考えてたんですけどもあの、ね、人によって想像する、ね、学校の広さとかね学校の,その運動場というかね校庭の、ね、広さって、えー、それぞれですからあんまり比較対象にならないなとかね5 7ル、まあ、約6 0ルですけれども6 0ルでなんかバチッとねなんかどんな人にもこうあああれぐらいかっていうものがね浮かばなくて。 なんかね野球場とかサッカー場とかいろいろ考えてたんですけれどもうまく浮かばなくてですね僕自身もね野球場とかどのくらいの広さかってよく分かってないんでですねそれをググって調べないといけないので,でググって調べてる時点で、ね、すぐに連想できないっていうことですからそれはなんかね比較対象というか、ね、連想する、うん、例えにならないなとか思いながら 570m って言ってるんですよね 570m ね。 うんそんな、そんなモビルスーツないっていう話なんですけどね。まあまあ、とにかくね、あのー、570メートルじゃなくて、えー、57メートルのね、間違いでしたので、えー、そちらの方ね、訂正させていただこうと思います。それで、えー、っと、今回はですね、その、まあ、ディープストライカー、えー、ガンダムセンチネルに、まあ、まつわる話をね、少しさせていただこうと思うんですけれども、あのー、 僕ねちょっとしたね悪癖というかあの自分でもねなんかどうにもならない癖というかね、うん、まああのミスする癖そそっかしい癖っていうのもねあるので、まあ、それもねどうしようもないんですけれどもそれとは別にねあのちょっと自分でも意識的にねなんかちょっとだけ困ってる癖がねあのそそっかしさ以外にもありましてそれがね あのまあ、楽しいとか好きっていうのが一定レベルを超えると嫌になっちゃうんですよ。あのカンッとこう、ね、切り替わっちゃうっていうね変な変な癖なんですよね。なんかうんどう説明していいかよくわかんないんですけどもなんか昔はねゲームとか好きでやってたんですけれどもその好きとか楽しいが一定レベルを超えるとパンとゲームやらなくなっちゃったりするんですよね。 うんなんんか飽きるののととはねちょっと違うんですよその心の持ちようとしてですねこう飽きた時の感情となんかその好きなのにパッとやめちゃうっていうねあの感情の感覚がね明らかにち僕の中では違っててこれ何なのかなっていっつもねこう不思議で,あので周りの人とかね友達とか知り合いとかに。 こうちょろっと話してもみんなそんなことはねないというかあまり。 共感を得られなくて、うん、なんかね、自分のその感情の正体がよく分からなくて、何なんだろうなというふうにね、あのー、ずっと続けたいと思ってるのになんかやめたくなっちゃうというか、嫌になっちゃうというか、嫌ともね、まあいや嫌、な気分になるというか、なんかちょっと KO し難いこう感情なんですよ。こう嫌なような、ちょっとね、ちょっとした恐怖心もあったりとかね、それでもなんかもう,う、わーってなるんですよね。 であのー、身近な、ねえー、ところでいくと YouTube ですね。YouTube も僕たまに動画、ね、ちょっと間隔が空いたりとか最近は動画も減ったりしてるんですけれどもその感覚なんですよ、あのー。YouTube すごく楽しいと思ってますし動画も出したいと思ってるのにちょっとうんってな,なっちゃうんですよね。で YouTube、はそう,いう 時期も経ながらまた動画を出し始めてっていうサイクルで今あの言ってるんですけれどもそうできてるのがあの見てていいいただるる皆さんんがら、ね、らっしゃるからなんですよねあの自分一人でね僕一人でやってるところに関してはもう僕の感情次第でパッとねなんかやめちゃったりするんですけれどもなんか動画を見て くれる人がね、まあのー、それとかコメント等でね、あのー、次の動画楽しみにしてますとかいうコメントをいただくね、あのー、見ていただいてる皆さんがいらっしゃるなっていうところがちょっと背中を、ね、押してくれてまたその面白いと思ってる楽しいと思ってる YouTube の方にパッと復帰できるっていうところがねあるので YouTube はねわー なんかねうーんなんか動画出すのなーって思いながらねちょっとこうローテーションに行きながらもまたふっとね元に戻れてるんですよねだからこうちょっと動画の本数ねこうダーッと出す時もあればちょっと感覚が空いてっていう,こう波がありつつもなんかこうずっとね何年も続けれてるような状態であのー、本当にね楽しいと思ってる趣味をねあのー、手放さなくて済んでるので。 本当あの動画を見ていただいている皆さんにはすごくね感謝をしてるんですけれどもあのこのねこの変な癖というか変な感じ僕の中にあるねこれがねずっとね何なのかな何なのかなと思ってたんですよ。うん、で今もちょっとその毛があの出てきてるのでこれをね何とか解決したいなというふうにねもうずっとなんですよね学生の時からずっと。 そううなのででもう何十年ですよ、うん、ずっとずっとこ,うこの感覚にね振り回されてるというか付き合ってこうねずっと生活していってるわけなんですけれどもでそういうのもあってね結構の脳のね、あのー、本脳科学の本とかあと心理学の本とかをね好んでよ読んでるんですよ。あのー、先週もねなんかモチベーションをこう上げるとか、まあ、そういった話が雑談の中でもねあのこの雑談の 動画の中でも結構そういうフレーズが多くね出たりしてると思うんですけれどもそれは僕があのそういう本をたくさん読んでるんですよ。なんでかっていうと僕が困ってるからなんですよね。こうその悪癖ですよね。好きなのに楽しいと思ってるのにやめちゃうっていうねそれをなんとか解決したくてそういう本を読んでたんですけれどもそれがなんとねその原因がちょっとね分かってきたようなね気がしてるんですよ。 あのというのもねそのちょっと嫌な感じっていうのがあのこれもねうーんもう僕の心の動きの話なんで皆さんには全然ねあの共感できない話だと思うんですけども「あのガンダム・センチネル」関連の、うん、関連のものを見た時も同じ気持ちになるんですよ。これおかしいですよね。 で僕はガンプラ好きでずっと、あのーまあ、子どもの頃からね、あのー、ずっと小学生の頃から作っててで、あのー、宇宙世紀がね特に好きで宇宙世紀の,あのモビルスーツのガンプラをねたくさん、まあ、何十年にもわたって作ってきてるんですけれども「あのー、ガンダム・センチネルの」あのー、ガンプラ作ってないんですよ。 あのー、これもね雑談動画で一回言ったかもしれないんですけどもあの1体ですね作ったのはそれもえー、っとね小学生の時ですね小学生の低学年の時にあのー、多なんだったのかな S ガンダムだったのかなうんそれをね作ってでそれまで「まあ、旧キットのねファースト 系のガンプラをもう要は小学校に上がったばっかりぐらいですからそのちょろちょろっと作ってるぐらいなのにあのいきなりねセンチネルの多分すごくうーん当時マスターグレードとかカテゴリーがあったのかどうかも定かじゃないですけれどもすごく大きな箱の。 すごく難易度が小学生ね小学校の低学年にしてはすごく難易度が高いものをね作ってしまってであの結果ねうまくできなかったんですよねなんかこうとりあえず人型にはしたんですけれどもなんかねこう説明書もよくよく読めなかったというかよくわかんなくてで相談する人もいなくてちゃんとで,できなかったんですよね。で それをね購入したきっかけも、あのー、全然買うつもりなかったんですよ。で確かね親とね母親と出かけててえー、っとなんかね母親がちょっと先に行っててみたいな感じで用事済ませてで、あのー、その間、あのー、もうほんと5分ぐらいの用事だったので、あのー、近くのねおもちゃ屋さん というか駄菓子屋さんに行ってなんか一つ買ってあげるからって言われて先に僕はその駄菓子屋さんに入ってたんですよねでその駄菓子屋さんっていうのはまあ家からちょっと離れたところで、まあ、たまに行くようなところだったんですけれどもあの母親はそのお店が、ね、あるっていうのは知ってたと思うんですけれども中身がねどんなお店かってよく知らなかったと思うんですよね普通の駄菓子屋さんと思って てたと思うんですよ外から見た感じはねもう普通にあの駄菓子屋さんなんですけども店入るともう入り口のところにちょろちょろっと駄菓子があって、えー、プラモ屋さんなんなですよそこはそれもね古いねもう昭和のねまあ当時も昭和ですけれども僕はちっちゃい頃なんであの古いあのプラモ屋さんで薄暗いお店の中に意外とねお店の中ちょっと広がったりするんですけれどもそこにねもうぎっしりね プラムが小んであって、あのー、もうすごい埃かぶってるような状態でもう何年そこにその商品並んでるんだっていうようなものがあるような、えー、感じですね、えー、今もその店があればすごい掘り出し物があったりするようなね、えー、そういう匂いがするお店だと思うんですけれども、あのー、そのお店で母親としては多分何百円の商品おもちゃみたいなのを買っていいよっていうようなね あのまあ駄菓子屋みたいなところと思って僕を行かせてますからあのそういう感覚だったと思うんですけれども僕がプラムのね棚をバーッと見ててその多分ね発売されたばかりだと思うんですけども年代的にはそのまあ多分 S ガンダム多分 S ガンダムだと思うんですけれどもそれをね手に取ったんですよねで僕びっくりしたんですよそんなガンダム見たことなかったんですよあのファーストのガンダムしか 知らない僕がいきなりあれをね S ガンダムを見るわけですよガンダムって書いてあるしガンダムだけど全然違ってすごくかっこいいってその時にね思ってびっくりしててその箱をねこう,こうやって抱えて見てたと思うんですけどもこう見てたんですよねそそしたらその お店の主人あのもうおじいさんみたいな人だったんですけどもおじいさんが「トコトコトコ」って聞いて「僕一人で来たの?」って言われたと思うんですよね。で後から母親が「すぐ来る」って言ったんですよね。そしたらその僕が持ってるそのガンプラをパッと取り上げてあの梱包しだしたんですよね。あのもう,なんうんですか、ね、紙でくるんでん えと紐つけてあとなんかプラスチックのこういう持ち手があるじゃないですかあれをバチンとつけて、あのー、親が来たらもうお金払えば OK みたいな状態にしてしまったんですよ僕が欲しいとも一言も言ってないのにそういう風にしてで後から母親が入ってきて「あのーまあ、いくらになります」っていう風に言ったと思うんですけどもそれが結構高かったと思うんですよ、まあ、数千円だと思うんですよね。 であのーまあ、当時ね、あのー、小学校12年ぐらいだったと思うのでそんな数千円のものを、あのー、ポンポン買ってもらえないじゃないですか、あのーまあ、大体ね僕その時ぐらいに流行ってたのがファミコンで、えー、誕生日とクリスマスの時にファミコンのソフトですね当時カセットって言ってましたけどもファミコンのカセットを買って。 もらってたんですよでそれがたい56,000円ぐらいですね誕生日になったらファミコンの仮ッを1個買ってくれるみたいなところででお小遣いとかねまだちっちゃいので大したお小遣いとかはなくて多分お菓子が欲しい時に100円とかもらってたような状態だったと思うんですけどもそれが何でもない時に多分ファミコンと同じぐらいの価格のものを、ね、いきなりあのもうなんか。 ッチリにね梱包梱包というかねその売る状態にしてあのいくらですとかいう風に言われてで当然母親は怒るわけなんですよねえってこ,こんなのねあんたこれ欲しいのって言われてもいやあのなんかってか僕もわけわかんないんですよね僕は見てただけなのにポッとそういう風な状態になっててでその店の主人がね なんかね「ねすすごい見膜ですごんででんんきたんですよなんかここまでさせといて買わないのかよ」みたいな感じでグーって言ってきてで親も「そんなことない」って言って反論はしてたと思うんですけれどもまあねなんかそういうそのまあ言ったらもう嫌な,なやつなんですよそのお店の主人っていうのがそれがもうなんかすごい剣幕で言うもんだから結局お金払って出てきちゃって。 たんで,すよ、ね、で親もあの多分僕がそんな高いものをねだるような子じゃそもそもなかったので店の主人が勝手にやったっていうのは分かってたと思うんですよねでも僕に怒るわけにもいかないけどすごく機嫌が悪いじゃないですかだからその買ってもらったガンプラを見ながらね うん、なんかどう,どうすることもできずにすごくなんか怖いような、ね、嫌なようなで親はちょっと怒ってるけど、うん、なんか怒ってるというか機嫌が悪いっていう感じでで子供ながらにねちょっと親の様子を確かめようとするじゃないですかだからこれすごくかっこいいよとか言ってみたりしますよねそうしたらすごくそっけない、うん、そんなんどうでもいいみたいなね 返返答が多分返ってきたと思うんでですよねでそこから何も喋れなくなってで家に帰ってうんで多分一言多分というか一言「もうあの店には行かないように」っていうふうには言われたんですけれどもそこから僕はその店に行かないことにはしたんですけどもでもね持って帰ってきたその多分おそらく S ガンダムはあるわけじゃないですか。でで今まで作ったこともない すごくパーツが多いガンプラで一応作り始めたんですよ。あのすごくテンションが低い状態で作り始めたんですけども、やっぱり難しいから作れないんですよね。でも作れないけど、あのこう親に聞けないんですよね。ここどうしたらいいの？っていう風に聞けなくてで周りにも。 なんかプラモデルに詳しい人とかプラモデル作れる人が僕の周りに当時いなかったのでなんかこう試行錯誤してうん,なんか接着剤とかでねベッタベタになりながらねもうぐちゃぐちゃなものができたっていう記憶がこうすごく嫌な記憶があってそのねその感覚はその今でも覚えてて。 そのお店のの前を通る、あのー、そのお店自体はもうそこからねもう数年で潰れちゃうんですよもうそんな店だからですねもう潰れて、あのー、こういったら嫌な言い方ですけどもうせいせいするしたんですけれどもその道路ね潰れた店の前を通るだけでもすごくまたその時の、ね、嫌な気持ちを思い出したりしてそれもずっとなんですよ未だになんですよその道を通ってそのお店があったねも元そのお店があった とところを通るだ0 0それ以来ね「ガンダム・センチネル」のガンプラにはね意識してはなかったんですけど全く買わずに触れずに過ごしててで今回ねたまたま、まあ、たまたまというかあのディープストライカー出たので「あーディープストライカーねすごいな」と思って買おうって思って。 たたにその気持ちがねわっと思い出したんですよあの特にねあの肩の部分、えー、っと右肩かな右肩のあのロゴの部分あるじゃないですか丸があってここに文字が入ってるっていうあのデザインのところがすごく鮮明に脳裏にあってそれを見た瞬間にうわっ,っていその時のね何とも知れない嫌な気分。あのなんか お店の店主がわーっと言ってるその怖い顔とか親がこうまあ半ば言いくるめられてるようなまあ母親ですからねなんか男がわーっと怒鳴ってたらやっぱり怖いじゃないですかそういうのとかねえのとかあとその後で親になんかうん僕が悪いってわけじゃないけどなんか手に取ってしまったから申し訳なかった。 なってそういうことになってしまって申し訳なかったなっていうのもあったりとかあと大好きなガンプラをこう楽しい気持ちじゃなくて作っちゃったこととかなんか入り混じったその嫌な気分があの、まあ、センチネルを見てねこう思い出されるんですよね。その嫌な気持ちがあの 僕がね好きなことをわーッとやってる時にふっと嫌になれてさっき言ったじゃないですかその時の気持ちと全く同じなんですよ。あっと思ってあのー、なんかね好きなことをバーッとやってて、まあ、好きなことをね一生懸命やってて、あのーまあ、子どもの頃ですね多分キューキットなんですよキューキットのガンプラをたくさん作ってて楽しいな楽しいなと思っててそのねその事件が起きて。 なんかガンプラで嫌なな思いいをしたっていうのがなんかね好きなことの先に嫌なことがあるっていう風にねなんか子どもの頃だからそこにねバチンとねなんかフェーズが合っちゃったんだと思うんですよねだから大人になってもなんか、ね、まあこれをねトラウマというと本当にトラウマを抱えてる人にはねあのそんなもんトラ,トラウマじゃないよっていう風には言われるかもしれないんですけれどもなんかまあね なんて言っていいかわからないので一応トラウマという言葉を使わせてもらいますけれどもまあ、トラウマのようにその好きなことがってやるとその嫌なことが待ってるというか嫌になるっていうなんかねあの擦り込みがその時にできちゃってたような気がするんですよ同じ感情になるからですねその時にそのお店の前を通ったりとかそのことをセンチネルを見て それを思い出した時の気持ちと、ね、YouTube ず,ずっと続けてて途中で YouTube がちょっとうーんって思った時のなんか気持ちのがねすごく似てるんですよね。あこれかと思ってあのこれはもう YouTube だけじゃなくてもう過去ずっとそうなんですよあの。いろんな運動でもそうですしあの仕事とかでもそうですしなんかガッてやった時にふっと嫌になるっていうのがずっと、まあ、続いててというかたまに怒って。 うん、それのね正体がそのちっちゃい頃のその体験だったんじゃないかなっていう風にねうんなんかディープストライカーが発表になって買おうと思った時にあなんだこの気持ちって思ってねちょうどその記憶とねその昔の記憶とそれがバチンとねつながったんですよね。そそれまでねその 昔の嫌な気持ちと気持ちと似てるとかね全然思いもよらなくてでずっと作ってなかったあのセンチネル系のね、えー、ガンプラもねあえてこう排除してたわけじゃないんですよね気が付いたら作ってなかったっていう感じでもちろん存在も知ってますしデザインかっこいいなというふうには思ってたんですけれどもあ作ってなかったっていうふうにねうーん。 買う発表があってねで買うって決めてからあれあれっていう風に思い出してねうんなんかねうんなんか僕がずっとねいろんな心理学の本読んだりとかの科学の本読んだりとかしてねモチベーションをこう上げてとかいうのでもなかなか解決できなかった一生懸命やってたら嫌になるっていうあの変な感情のね正体がね ちょっとつかめた感じがしてますそれであのーまあ、今回ねディープストライカーを、まあ、買ったわけなんですけれどもそれを買わずに、まあ、作らずに買っても作らずに、あのー、その感情にから逃げるっていう手もあるんですけれども今回ねちょっとそこに正面からね向き合ってみようかなと思って、あのー、ディープストライカーですね、あのー、ちょっとね ガンプラ好きで楽しいっていう気持ちはもちろんあるんですけれどもそれとは違うねちょっとそこのね過去のね何て言うんですかね嫌な体験をねちょっとぶっ潰してやろうっていうような気持ちでね、うん、なんか作ってみようかなというふうにねあのうん思ってます。 ね、一生懸命やったら嫌になるっていうところがちょっと見え隠れしてきてじゃあがんあの何ですかね、えー、雑談動画を、えー、週に1回出すっていうところにくさびを打ってっていう話を先週したじゃないですか。でそれのおかげで動画をずっと出すっていうところにこうまたこう舞い戻ってきてるようなねえー、段階なんですけれどもその段階でそのちょっとね過去のね、えー、若干トラウマ的な。 うん、嫌な体験があるセンチネルですねでそれの、まあ、ニューモデルのディープストライカーですよねそこにねなんか出会うっていうのもねうんまあこれを運というのか、まあ、それとも、ね、僕がずっとその途中で嫌になるっていう気持ちに要はくさびをね先週話したくさびを打って。 立ち向かおうとしてたら、ね、なんか解決の糸口が見えてきたっていうねところなんで、まあ、単にねあの偶然の巡り合わせじゃなくてなんか僕が無意識にねやっぱりその感情になんか抗おうとしたらねこうするするっとね雲、あのーまあの糸じゃないですけれどもなんかヒントがするするっとこう見えたのかなというふうにね思ってじゃあもうこのヒントはね うん、やっぱり、あのー、要は、なんていうんですかね、これが多分ヒントというかチャンスというかね、わからないですけども、あのー、まあ、これをつかみにね、えー、いきたいな、というふうにね、思ってるので、なんかね、ちょっと、あのー、今回ディープストライカーの制作に関しては、なんか変なテンションでやります。で、あのー、やっぱりね、でも、この、このディープストライカーのね、 特にこの肩の、この、この丸なんですよ。ここを見たときに、やっぱちょっと嫌な思いが、こう、蘇ってきたりとかはね、ちょろっとするので、まあ、これはね、あのー、まだ赤だからいいんですよ。まあ、青に白地のね、このマークだったらちょっとね、うん、嫌な感じも倍増するんですけれども、まあ、今回はね、うん、まあ、赤、赤のね、ディープストライカーなので、ちょっとその辺マシですし、うん、あと、その、YouTube、 なので YouTube にね動画を出すっていう風にあにやって今はね作ってますのでくじけなくてね済むんじゃないかなという風にもね思ってるんですよあのさっきねお話ししたようにあの動画を見ていただいてる皆さんがいるので、えー、そういうののねちょっと背中を押すね後押しがあるんですよねちょっとうーん今日は動画いいかなと思ってもやっぱでも見てくれる人がいるからでポンとねこうやれちゃうところが あるのでまあ、皆さんのねあの見ていただいてる皆さんのちょっとお力を、ね、借りつつこのねディープストライカーをね、えー、作ることによって過去のそのねちょっと僕が嫌な体験とかあとそれがずっと何十年も続いてるその悪癖と,となってね、あのー、続いてるものをねちょっとねじ伏せることがねなんかできるんじゃないかなとね。うん ななんかやれそううだなっていう風にねちょっとね、うん、今なんか楽しくなってき、ね、ち,ちゃってるんですよ。それで、えー、まあディープストライカーなんですけれども、まあ、ただ作るんだったら、まあ、ただ作るだけでもね、まあ、克服はねあのひょっとしたらできるかもね、えー、その過去のね、えー、体験の克服はできるかもしれないんですがあの、まあ、そこはねやっぱりあの今のね僕のやれることを まあできるだけねこう注ぎ込んでね、えー、作,っ作った方がね、まあ、よりね、うん、なんかねじ伏せた感がね僕の中にもねこう芽生えてくるのであの、まあ、塗装してね作るというふうにもしてますしあとちょこちょこねあのやっぱりこう最近やってるねこう筋彫りとかちょっとした加工とかもねまああのー、実際パーツをね全部見てないので。 どの辺があるかっていうのが分からないんですけれどもその辺もできたらねやっていこうと思ってますで動画の方もねあのー、このディープストライカーに関してはちゃんとねちゃんとというか、あのー、コンサートに出していくっていうふうにね、えー、もう決めてねあの決めないとねやっぱりちょっと僕もその嫌な気分に負けちゃうかもしれないので負けないようにもうバチッと決めてえー、っと週1週1では 最低週1でディープストライカーの制作に関する情報を、ね、発信します。まあ、理想は、ねえー、動画ですね。動画を最低、えー、週に1本ですね。ディープストライカーの制作動画を1本、えー、出す。で、あのーまあ、パーツも多かったりとかね、どこまでいろいろやるかもまだ、ね、全然わからないので、どういう動画になるかわからないんですが、ちょっとね、キリがいい動画にはならないと思います。もう動画1本 出すまあ動画がもし出せなかったら最低ブログですね週に1回その制作の様子をね、えー、こうネットにね発表するっていう。えー 条件ででやろうと思ってますので、まあ、本当にね、ちょこちょこっとした作業だけのね、動画とかにもなっちゃうかもしれないので、最終的にね、あのディープストライカーの制作動画は多分ねあの、普通に作っても長くなりそうなんですけれどもあの、下手したらね、そういう細切れのね、ちょこちょこした動画をね、あの出すと思うので、まあ、パートね、パート50とかにね、い <laughs> っちゃうかもしれませんが、まあ、そこはね、あのー、まあまあ、 あの、程よいところでまとめの動画とかもね、出すかもしれないので、えー、まあ、お時間があったらね、えー、そんなちょこちょこした動画にもね、お付き合いいただけたらなと思います。まあ、これはね、あのー、他の動画と違って、こう、腕を作りますとかね、足を作りますとか、頭を作りますっていう、うん、区切りではちょっとできそうにない感じなんですよね。うん、とにかくもう、情報をね、出し続ける、で、作り続けるっていうのを、あのー、 ちょっと念頭に最優先に、えー、作っていこうと思いますので、えー、他にも、ね、作りかけのモデルはありますがちょっとね今回ディープストライカーというかこう過去の、ねえー、経験も踏まえての,この今,今ちょっとね、えー、あのお話しした、えー、ところがあるのでディープストライカーは他のモデルよりもちょっと特別扱いで、えー、作業は、ね、進めていこうと思います。まあ、ディーープストライカー優先ですね ほ他もねあのいろいろやりたい作業がねあるので、まあ、そこもね、えーまあ、随時やってはいきますけれども基本最低限ディープストライカーは毎週ちゃんとやっていくっていうね、えー、まあ週にね何本も出せればそれぞれでね、えー、OK ですしまあ最低1本、えー、もしくはブログの1つのね、えー、記事っていう形でね、えー、ディープストライカーの情報はこう出していきたいかなと思,な思います。 あのかなりね、あのうん、なんか見,る見ていただく方のことよりも、このディープストライカーに関しては、僕のね、僕のためのね、動画になりそうなんですが、うん、本当にね、うん、なんか、まあ、本当にお時間があったら、お付き合いいただけたらなという感じです。 ということで、えー、今回の、ねえー、雑談動画の方は、えー、これで終わりたいと思います。それでいつものように、えー、最後にですね、えー、皆さんから送っていただいた、えー、画像の方で、ねえー、ご紹介したいと思いますので、そちらもどうぞご覧ください。そして、えー、今週1週間も、ねえー、僕もね、ちょっとな,なんかスイッチ入れてねあの、ガンガンやっていこうという感じに、ね、今テンションになってますので。 えー、一緒にね楽しく熱く一、えー、週間過ごしていきましょうそれではまた次の動画でお会いしましょう